おはようございます。速稼塾の久保です。ご覧のようにトリプルトップ、まあ例外の方、確率の少ない方にかけていたんですけども、突破せずにやっぱりセオリー通り下の方に行きましたね。ということで今週これでね、私も心の使え、胸の使えが取れました。もしかしたらと思ったんですけども、まだまだここを突破して上昇するには時間がかかりそうですね。ということでおそらくこれからレンジに入るんじゃないかなと思います。もちろんレンジの後はブレイクがありますので、そのブレイクの時に上昇していくことは十分考えられますけども、もう今週はここで私もうね、この後何があってももう終わりますんで、はい、お疲れ様でした。ダブルトップ、トリプルトップ、両方とも私の目論見通りに上昇に行くんじゃなくて、セオリー通り下に行きましたんで、まあこんなもんですよ。ですんで繰り返しますけども、初心者の方や資金のない方は基本的にはテクニカルの通りに行ってください。今回はリスクはあるけども、私はブレイクアップの方にね、ブレイクアウトして上の方に行くことに、まあ望みをかけていたんで、大きいロットを用意していたんですけども、まあいずれもね、発動する前に別に上の方に行かなかったんで、ただ見てるだけになりました。まあこれが私のね、休憩の過ごし方なんですよ。だから休憩していても、もしかしたらなと思ってロットを温存して、万が一の時にはバッと食いつくためにボーっとね、今よろしくメカドックを見ながらチャートをチコ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 見ていました。で、FX の専業トレーダーになるとこれができるんですよ。楽しみながら、例えば私の場合はこうやって DVD を見ながらチャートをチラ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 見ながらね、で、DVD が1巻終わったり映画が1本終わったら、だいたいロウソク足が2、3本動いてるでしょ。そういうことで逃さないようにできるんですけども、まあ寝てしまうとね、やっぱさすがに気づかないんですけどね。という感じで、多分私みたいに専業で時間をべったり使えるってことはあまりないと思うんで、他の方、そういう方はやっぱりね、基本に忠実、ダブルトップは下、トリプルトップは下っていうふうに考えた方がいいと思います。もちろんそこをね、突破してそれが使いこなせるようになったら、例外の方にたまにね構えていくっていうのもありますけども、でも十分ね、ブレイクアウトしたのを確認して、十分伸びたのを確認して、少なくとも10ピップスとか20ピップスぐらい動いたのを見て、それからエントリーしないと、すぐにね、反対方向に戻って食われちゃうことになりますんで。で、この前もお話ししましたけども、そうやってね、抜けたことを確認して、大量ロットを入れる、そういうふうな、なんですよ、年収1000万、2000万あたりのトレーダーっているんですよ。私みたいな立場のがね。だから、そいつらが動き出すと、ボーンと上上がるんですけども、今回は、ブレイクアウトしなかったんでね。だから、私と同じように資金を眠らせたまま、あーみたいな感じの人が多いんじゃないかなと思います。実際にそういう人と会ったことはないんですけども、なんかね、少ないロットでやってた時は考えられなかったんですけども、今私一定の金額でやってますんで、あ、他の人もこのぐらいの余裕と金額とかロットを持ってる人はこういうふうに考えるんだなっていうふうになんか感じるようになってきましたね。ということで、おそらく今回のトリプルトップで、ブレイクアウトで上昇を狙っていた私みたいなトレーダーはここで気が済んだんで、もうそれぞれ遊びに行くんじゃないかなと思います。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。どうも皆さん、肝を冷やしました。また来週お願いします。